憧れのタレント聞かれた時に、はい、俺はキョンキョンって言ったんだよ、はい、キョンキョンって、はい、でもツイッターの中山美穂が好きって書いてあるのね、はい、俺はキョンキョンだったって言うんだよ実際会ったことある。フジテレビで向こうからこうサッと吸った時に、うん、だってもう震えながら匂いを